どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は妖術見ていきたいと思います。早速見ていきたいと思いますので、カウントダウンの後スタートです。はい。自分自身を下ろせないものはいつまでも奴隷のままだ。あー、ここか。このクリスマスツリーがなんかね、すごい切ないよ。お、いつも通りか。いやー、なんかほんと寂しかったなー、あのシーン、このシーン。軽井沢さんとしたらね、からしたらね、もう急に連絡しないなんて言われて、あの綾小路と電話してる時のさ、寝っ転がりながらこう足をバタバタさせてちょっとウキウキしてるような軽井沢さんを見てたからさ、軽井沢さんの気持ちを考えると、あー、かわいそうっていうか寂しいっていうかね。まあもともとそういう契約だったのかもしれないけど、まあなんとか今まで通りに電話したいよね、軽井沢さんからしたら。いやー、でも前回綾小路のお父さん出てきた時はびっくりしたな。まさか出てくるとは。しかもこの坂柳のお父さんもね、理事長も登場してやばかったね。はい、何、うわー、出た。うん。あ、高円寺。あ、追うの？高円寺を。え、高円寺と龍炎が。うん。そうだね。うん。綾小路行くんだ。なんか静かに過ごすのかと思ったら、うわ、囲まれてるじゃん。
人。多分そうだよ。お気に入りの鏡。そうだけど。先に離脱したやつ？あ、メール送ったやつか。言うね。ドラゴンボーイ。ああ、言った。わあ。
すごいね、坂柳。圧が。今日で？かなり核心に迫ってきてるね、龍炎。絞り込んだ中に。平田も。雪村。秋とか。なんかしようとしてんの？これから、今？工事現場じゃん。潰すって物理的にやっちゃうってこと？めっちゃ怖いんだけど 後ろからライト。軽井沢さん？マジかよ。
軽井沢さん行きそうだな、なんか。なになになに？何してんの？ちょっと。尋問か。ああ、軽井沢さん言わないんだ。軽井沢さん、うわ、軽井沢さん。もうやめてよ。やめてって。は？何してんの？
いやーもうこんなん見たくないわー。何してんの。いやもう最悪だな、龍炎。いやーもうそんな。行くの？綾小路、うわーもう軽井沢さんかわいそすぎるよー。いや、それはない、もちょっと。ここで終わんないでよー。いやーもう最悪。もうこんなん見たくない。ほんと。もう軽井沢さんかわいそすぎるって、もう前半でいじめられてて。こんなもう。でも軽井沢さんは口を割らないんだね。綾小路と約束したことをずっと守ってるんだ。もう綾小路何やってんのよ、本当に。だってメール来てるわけでしょ？もう本当に関わらないんだ。前回ピンチの時は助けるって言ってたくせに。言ってたね。助けに来んのかな？いやでももう一刻も早く助けてあげて。もうなんかナイフ持ってたよ、龍炎。何すんの、ほんともう。綾小路、いやーもうすごい。なんかこんなことは言いたくないけど、めちゃめちゃ嫌な気分。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。